FRB。雇用の回復というのが条件になるんだと思いますが、はい。追加証券の購入の終了を10月の FOMC で決定する。そうですね。そして全労金利は、まあ相当の期間継続する見通しだというようなことを。ね、はい、えー。10月から150億ドルに減らすので、また100億ドル減らして12月とかね、そういうところにエンディングを持っていくんじゃなくて、まあ9月の会合で150まで減らしたので、10月に。 まあ一気にやりたいということなんでしょう。はい、まあ多分そうなると思います。今の雇用情勢を見てみるとね。まああの先月は異常に低かったんですけれども、14万2000だったかな。まあ全体的にはね、今年これまでずっといいペースで来てるし、失業率も6.1までまた下がってきたので、はい、来月はね、もしかしたら5.9とかね、いう失業率が出現するかもしれないので、まあそうなるのかなと。 で、今週の特徴はですね、金利がね、上がるということに、マーケットは身構えなかったってことですね。で、それは、for a considerable time という単語が残って、QE3 が終わった後の金利引上げまでの期間については、for a considerable time というのが出たと。まあ、これは何を意味するのかってのはよくわからないんですけれども、 記者がね、イエレンさんにしつこく聞いてましたよ。これ、一体どのくらいの期間 <laughs> コンシーダラブってどのくらいなんだみたいなね。はい。はわ、まあ、からないわけですよね。まあ、だけども、マーケットはですね、いろいろな読み方をしましたよね。今回の FMC の声明と、イエレンさんの記者会見をね。株式市場はなんて読んだかっていうと、あ、金利はまだやっぱり上がらないんだ。あ、はい、For a Considerable Time っていうのは残ったんだということで、見てたらですね、声明文が出た瞬間からブワーっと上がりましたよね。はい。 ユーレンさんが記者会見しているのもあんまり関係なく上がったということですよね。で、それを受けて東京の顔も強くなっているということだと思います。だから、株式市場の見方としては、金利はまだ上がらんということですよね。うんはい、でも、為替市場はなんて言うんだかというと、あ、いずれ上がるんだと。で、実際に債券相場を見ても、売られてですね、はい、指標の10年債が2.62ぐらいかな。その日に上がりましたから、あ、これはまあ、金利上がるやと考えて、ドルを買ったと。 どっちなんだ、一体とね。はい、みんなマーケットの関係者が都合いいように理解して、<laughs> 都合いいように動かしてんじゃねえのかとね。イエレンさんもそういうところ上手ですよね。うん、上手だけど、あんまりやる、それをやるとね、えー、逆にこうだ、反発、反落が来ますからね。<ー>どっちなんだということは、まあ、アメリカ経済どこにあるんだっていうことを問い直す時期ってのは必ず来るわけですよ。はい、だから今週はイベントが重なっていて、はい、FOMC だー、そのスコットランドだと言ってる時に、 一つ一つ型がついたっていうことから、ドルが強くて、ニューヨーク株が上がったという展開だと思うんですよね。まあ、また来週からはまた別のファクターが、まあ G20 もあるし、はい、出てくるということだと思います。で、思ったのはね、声明よく読むと、前回よりも景気見通し引き下げてるんですよね。つまり、前回7月の声明では、US Economic Growth has Rebounded っていう完了形で書いてあったんですよ。はい。 でも今は、エクスパンディングモデレートリーというふうになっててですね、これはもう明らかに単語としては、後者の方が強いわけだし、インフレに関する技術も7月のケースにおいてはですね、目標に近づいてますよと、サムファットなんですけれども、いう表現だったんですけど、今回はまた改めてですね、目標を下回っていると2、2%なんですけど、という言い方になって、景気判断引き下げたわけだから、まあ雇用統計もあんまり良くなかったじゃないですか、はい。 だからそういう意味では、フォアコンシダ s ブタイムっていうのは残したのは理解できるなというふうに思ったわけですよね。はい。で、私が一番注目したのは、やっぱり反対者が二人になったことですよね。声明の最後の文章を読むと、プロッターっていう人に加えて、フィッシャー、フィッシャーって二人いるんですけども、リチャード・フィッシャーだったかな。 で彼がね反対だということを言って、フィッシャーの言い方はきついですよ、プロッターよりもね。プロッターは for a considerable time なんてのは時間軸表現だから削れとこう言って、二ヶ月連続そう言ってるわけですけれども、フィッシャーはねこういうこと言ってますよ。実体経済の継続的改善、労働力利用率と一般物価安定に関する見通し改善、金融市場に依然として行き過ぎの兆候がある。この三つから見れば、今 FOMC が公表しているガイダンスよりも早期に、 金融緩和策を縮小すするるるここととが正当でであるとこう言ってるわけですね僕は想像するにね、今回の FOMC はかなり、剣剣合々のね、カンカンカクカクの議論が展開した可能性が高いというふうに思います。で、前回の7月の FOMC の議事録を読んでも、明確に反対だと言って主張したのはプロッターだけなんですけれども、声明文の中でね、はい、それ以外の人も今の FOMC の政策についてですね、疑義を呈してるわけですよね。 で、今、欠員があって少ないはずなので、もしかしたら <laughs> 次はですね、はい、同じような for a considerable time いう単語をイエレンさんが残そうとしても、それ多数決で破れるかもしれないな、というふうに思いましたよね。だそういう意味ではかなりアメリカの金融政策は難しいところに来ていると、分かれ道に来ているということが当たってるんじゃないかな、というふうに思います。まあでもマーケットはですね、まだ大丈夫だ、まだ大丈夫だっ、つって株式市場が上がっているという展開なので、えー まあ本当にそれがですね、企業収益面から正当化できる風になっていくかというのはですね、今週イベントが2つ終わりましたから、来週あたりからどうなのっていう見方になると思うんです。でそれは必ずしも私がその来週の株は下げるって言ってるわけじゃなくて、やっぱり日本も昨年来の高値を更新したという高値状況があり、アメリカではダウもですね、SP も高値更新ということになっているので、はい まあそこら辺は当然見直しが来てもいいなと。まあ日本は今日はね、もう金曜日で終わっちゃったので、まあ来週の株式相場はちょっと当面の動きを見る上では非常に関心が強いという状況になってきたのかなというふうに思いますよね。はい